こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の4月26日、1時間半ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 131.2 円ぐらいですね。はい、昨日から 8%、 昨日120円台でしたもんね。はい、ちょっとね、130になると少し安心だなという感じがします。これ4時間足ですけど、陽線が3つポンポンポンと上がって、今2つ下がっているということですね。まあ、これが反発で上昇気流に乗っていくといいなというところですけど、ちょっと見て、前の方まで見ていったときに、14日ぐらいからずっと落ちてきているんですね。14日からずっとこう落ちてきてて、で、まあ、安値の方を、ここのヒゲ、あとここから急にね、ガンってなったので、ここら辺をまあそれと同じかなって見ると、こういうふうに落ちてきていて、ここから上に抜けて、一休みして、次は上かなというふうに期待したいところかなと思いますね。はい、ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、今日はこれバックさんですね。私なんですけど、体のコミュニティの皆様、次のエキスポに皆で、体の出展しませんか。ぜひ動画をご覧くださいと、欄外のアンケートもご協力くださいということでお願いします。動画は、はい、こんな感じでブロックチェーンのね、エキスポの秋というのに、体を出しませんかというような提案をさせてもらっているので、よろしかったらご覧ください。で、ここがね、アンケートになっているので、ここにアンケートを、入れてというか記入してもらえるとありがたいです。で、それを持ってね、ちょっとこれから先どうしていくかっていうのをちょっと考えたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、で、次はチャールズさんですけど、 This was fun interview ということでね、チャールさんが、いいインタビューだったと言ってるので、ちょっと見てみます。はい、エディターズピックということで、エイプリル26って書いてあるので新しい記事ですよね。はい、カルドナ&イーサリアムファウンダーアナライズザニューエストエボリューションズインクリプト&ブロックチェーンテクノロジーと、はい、Google 先生に直してもらうと、カルドナとイーサリアムの創設者は暗号とブロックチェーンの技術を最新にの進化を分析しますと。要は体のとイーサリアムについて最新の状況をね、ここで語ってますということだと思います。ちょっと長いのでね、どんな感じのことかだけイントロで見てみたいと思います。貿易による数学者としての経歴と、イーサリアムの共同創設者の一人として、歴史の性質上、体の創設者チャールズ・ホスキンソンはブロックチェーンの開発に関して理論と応用の重要性と相互作用を理解するユニークな立場にあります。これら2つの分野の間の適切なバランスを見つけることは非常に困難ですが、暗号の主流の採用を達成するために重要です。どちらもブロックチェーンが最初にこのパズルを解決しても、今後数年間で支配的なプラットフォームになる可能性が高いですと。しかし、これらのトピックは暗号好奇心だけでなく、しばらくの間業界に関与してきた愛好家にとって圧倒的に見えるかもしれません。そこで私はホスキンソンとつながり、暗号コンセンサスメカニズム、分散コンピューティングの理論的基盤について実質的な議論を行い、その進化が数学とコンピュータサイエンスの世紀の歴史の中でどのようになっているのかを探りました。このインタビューは少し技術的ですが、彼はしばしば例を使用して複雑なトピックを簡単な用語に分解するという素晴らしい仕事をしていますということでね、この先に少し技術的なことに触れながら、まあ、イーサリアムに対してどうだというような感じのことが、さらっと見たらね、書かれている感じでした。はい、ちょっと自動翻訳でね、うまく訳せてる感じが特に、今回はしないので、あと結論のとこだけね、さらっと読んでいます。なので、これリンク貼りますので、ぜひね、自動翻訳でも大体のことは分かるので見ていただけるといいかなと思いますね。フォーブスなので、日本版っていうのもありますよね。だから、そこに日本語になって出てくるとね、ラッキーかなと。本屋さんで一回立ち読みでもしてみようと思ってます。じゃあ続きいきます。私たちが一緒に引っ張って過去5年間に夢見たものすべてをオンにしているオーバーフローの年の一種です。これにはガバナンス、スタック、スマートコントラクト、メタデータ引き標準、トークン発行、完全な分散化などのことが含まれます。私たちはほぼ全ての目標を達成しました。メタデータを完了し、ネイティブトークンを持っています。カルドナで発行されたトークンはわずか1ヶ月で1万以上あり、これは心が吹いています。そして今後数ヶ月で私たちはスマートコントラクトをオンにしています。そこから最後の1マイルは全てガバナンスコンポーネントをオンにします。すでに2万人の人々が参加していますが、サイドチェーンとして運営されているため、それらのいくつかは
メインネットワークにリンクする必要があります。これらの機能がオンになると、プラットフォームの製品化がすでに進行中です。私たちは国家にクールなことをしてもらい、そのプッシュモデルを通じて何百万人もとのユーザーを呼び込んでいます。また、イーサリアムラボで見られるすべての通常の疑いなど、分散型の金融、ノンファンジブルトークンマーケットプレイスも行っていますということで、まあ、最後の文は、おそらくイーサリアムでうまくいってないことをもううまくやってますという意味なんでしょうね。はい、ちょっと変な、日本語をずっと読んできちゃってすいません。はい、ゆうたさんです。体のエイダ、たまにピータさんがシェアされている保有者層の統計の保有枚数多い部分を厚めにしたパクリバージョンを作成してみております。全体的にそのは広がっていますが、1000万から2000万エイダのアドレスがこの4月で37増えた気がするのはちょっと印象的ですと。なんですとという感じですよね。何千万エイダってちょっと誰よって感じなんですけど、まずこの表を見ていきますと、左がエイダ保有数ですね。0.000001、その次1、100、1000、1万、10万、25万、50万と、こういう感じで増えていて、その間、1から、これはどっちだろう、1以下かな。1以下の人が、これ1ラブレスだと思うので、ここから1の間がこれでしょうね。ここから1だから、ここから1まで、でここから100まで、ここから1000までっていうことですよね。はい、ですので、ここ青いところが増えた人ですよね。はい、だから1から1000、1000までぐらいが増えてるということで、1000っていうと 100×10 万円か。でちょっと手頃、日本人から見ると手頃な感じのところですよね。はい、まあ、いろんな国があるのでちょっと分かりませんけど、で上の方が、まあ、ちょっといやらしいですけどね、こういうのばっかり見るのはね、はい、100万1000万1億エイダ持ってる人が、7人いるということですね。はい、あまり見たくない数字でしたけど、ご自身がねどこら辺にいるか気になると思うので、ちょっと見ていただければと思います。はい、トラ、カルダノ SPO さんです。拡散規模、カルダノコミュニティのポスターを作成してくれている有志です。BTB さんのジャパンギルド、プールのを参考にツイッターリンクを送りましたが、無限さん、JSP さん、CTEC さんのツイッターアカウントが不明でした。ご存知の方は教えてくれると嬉しいです。ということでね、お分かりの方はお願いします。で、こういうのを作ってくれている方がいらっしゃるんですね。カルダノ、外国の方だったと思いますけど、そして、トラさんがね、私にも声かけてくれて、私のティッカーこんなみんなにみたいにしゃれたのじゃなくて、チャームさんからもらったカルダノのロゴというかアイコンをそのまま使ってるだけなんでね、もうちょっと工夫しておけばよかったなと思いますけど、ご自身でね、何かカルダノ関係のやってる方はね、ちょっとお伝えしてもいいかなと思います。はい。はい、こちらトラさんのサイトなんですけど、トラプール、トラプールということで、あと、カルダノの3つの事業組織とはとかね、いろいろカルダノをレクチャーするビデオが結構あるので、参考にされるといいかなと思いますね。はい、この虎のイラストがね、イラストというかキャラっていうんですかね、はい、かわいいなと思います。はい、BTBF さんです。このまま転換してくれたら嬉しいということで、ちょうど先ほど書いた線と同じ線引かれてますね。はい、で、ここを上登って、ここのレースアップラインで、跳ね返るのか、もうちょっと下まで来て、ここのね、斜めの線で跳ね返るのかっていう感じに見えますね。はい、コインテレグラフ日本版ですけど、トルコ最大級の仮想通貨取引所が閉鎖、不正取引疑惑で従業員4人拘束ということですね。なのでやっぱり、取引所はね、置いとくと大きい会社だから安心という気もしますけど、鎧と代々その方がいいという感じがいたしますが、いかがでしょうか。はい、コインポストですけど、10分解説、米 SEC 新長官就任の影響は、リップル社、有価証券問題の解決となるかということで、ビデオがありますのでね、リップル興味のある方はどうぞと。はい、値段に戻りまして、132.4 円ですね。よいしょ。14,012.9×132.42 で、元本が10万円ですので、175,588円のプラスということで計算しますと、よいしょ。
1755.6% のプラスということになりました。少し上がってきていますのでね、期待したいと思います。では今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。